やわやわ散歩にはこちら。今回も富士越上滝線沿線をやわやわ散歩、多肉植物の寄せ植えを体験できるお宅やあるものに合わせて運動するサークルを訪ねました。またおしゃれな店内が印象的なラーメン店やテディベア専門店も登場します。やわやわ見てねー。